はい、ちょっとね、どう言おうか。いやもう完全に僕のミスなんですけど。いやいや、まあまあそれはいいんだけどね。申し訳ない。いや、それはいいんだけどね。いや、普通使ってんのよ。いや、だから使えるんでしょ。うん、普通に。うん、使ってますよ、携帯。あの、トミーに限ってこうやって大丈夫だっただけでもあるから、うん、俺からしたらすぐ感謝、すぐ動けたからね。ってことで、まあ今撮ってるんですけど、雨切りに行ったけど、まあ単刀直入に言うと、うん、気にはして編集してたんだけど、うん、普通に自分が見えて なかった、うん、そこに映ってると思ってなかったから、そこ拡大した人がいたってことだね。そうそうそう、ちょっとだけ電話番号が、トミーの電話番号、ガチ電話番号、うん、LINE 流出したことあるじゃん、わざと、うん、じゃなくて、うん、ガチ電話番号ね。うん、ただだから前のなんかの動画でも多分トミー言ってたけど、うん、あれか、あの31から始まるって、うん、電話使ってないんだよね。あ、そう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 、その何件だっけ、4件3件4件しか入ってない、入ってなかったからよかったけど、うん、だから動画が非公開になってたんだよっていう、一瞬、そうそうそう、皆さん、まあ今後もちょっとやっぱもう一回気をつけなきゃいけないなっていうのは思いました。うんうん、まあ全然、でもまあ大丈夫だった、まあ今回大丈夫だったから、まああれね、住所とかじゃなくてよかったね。そう、間違いないね。こことかもバレたらおしまい、引っ越さなきゃいけなくなる。前さ、結構すごい方が流出したこともあるわけじゃない、うん、今回うん、まあそれもその人のじゃないわけなんだけど、うん、流出ってニュースになってたけどね。俺はなった、なってない、なってないじゃん。ちょっと見るわ、ヤフー。全然なってないです。水溜りボンド、しかもお前の場合本人だよ。本人の電話番号流出したのにヤフーニュースなってないの。さすがになってんだろ。なってない。イチロー敵将が大ファン公言。じゃあだからね、もう普通に反省した今日ね。ファンキーモンキーだから、まあちょっとそこだけ。どうしたの、なんか処理したんでしょ。モザイク処理しました。うん、なるほどね。初めてじゃない、俺らの動画でモザイクかかってる動画が。ああ、まあまあまあ、ソラチが軽くやったけどね。まあもあるしとか、はい、今日はサブちゃんがね。はい、でちょっとじゃあさ、何、思ったんだけど、うん、思った話。美容室ってさ、こうやって洗うじゃん、髪の毛洗ってもらうじゃん、うん、で起こしてくれるじゃん、うん、あの時お腹すっごいプルプルってなんない、うわーってなる瞬間ない、なんであれ、なんでさ、もうフェードアウトしてるこれ。え、なんでさ、あれこうあって終わるよ。違う違う、なんでこうあげてもらった時のお腹のプルプル、もう終わるよ。腹筋辛いなって思う瞬間ない？それきついよ。ある、そんな話あるでしょ。ないよ。どうしてんのじゃん、この待って、あ、もうワンダーボール。あ、それ違うよ、それは人のこと考えないやつでしょ。向こうの人はだってさ、髪の毛から水が垂れないようにさ、こうゆっくりこうやってこれに沿ってこうやってくれてくれる、ちょっとこう、ああ、あっちもあっちでこうできないから、ゆっくりさーだから、なんだこうやってやっちゃうんでしょ。水びしびしでしょ。いや、多分そんな腹筋弱くないよ。こんな感じでした。はい、じゃあまた、ありがとうございました。